化製剤、木質ペレット製造販売、住宅の機微測定、群馬県産材をはじめといたします木材販売の福島商店です。今朝はですね、雨がまだ降っていない、ようですね。このまま一日持っていただければいいなと思います。気温もそれほど上がらずに過ごしやすいのかなというふうに思っています。さて、コロナによって、いろんな産業で影響を受けておりますけども、木材業界もご多分に漏れずでありまして、林野庁からですね、木材の過剰在庫利用緊急対策という新しい補助金が出されまして、その説明会が来週あるということで、行ってまいりたいと思います。詳細につきましてはまた、研修の後に、お伝えをしていきたいと思います。ベーマ製材のこと、木質ペレットのこと、住宅の機微測定、VOC 測定、群馬県産材をはじめといたします木材販売に関するお問い合わせ、何かございましたら福島商店までお願いいたします。